もフランチェスカです。タツさんです。さあ今回は恒例の私の髪の毛を染める動画でございます。苦労するのはひたちさんです。大変なんですよ今回は。今はねもう結構染めたりいろいろしてて、もしかも結構先までゴロゴロしてたから、もう髪の毛はねうねで状態悪いんですけども、今から染めてもらおうと思ってます。はい、現状ですね、下の方ピンクになってると思うんですけど、これはブリーチを何回も重ねてかなり明るくなった髪の毛の色の上にエンジェルズのピンクとパープルを混ぜたのを染めたり過去にしてて、それが残ってる状態です。まだ色が抜けきっておりませぬ。で上の方はリタッチを相変わらずお願いしてて、ね、なんかカメラで写すと黒く写ってるけど、この前染めたとこよな。うん、まだ全然いけますよ、うん、と思っています。一応全部ちゃんと染まっている。上の方はまだちょっとね茶色が強そうな感じなんですけど、色的にはプレミアムベージュ、金髪ではない、ね、うん、プレミアムベージュっていう色でリタッチをしてます。ミルクティーに近い感じ。ほらほらないマロ、そこほれワンワン。猫でしょ、ビーズクッション掘るんです、うちの猫も、やめてほしい。ということで今回は一応予定では全頭染めてもらおうかなって思ってます。いや今回の色かなり期待してるんですよ私。そう、上と下が色が違うからね、綺麗に染まるかが不安ですよ。多少グラデーションになってるのは全然いいんですよ。長いからね、むしろ全部が同じ色よりもちょっと色が違っててグラデーションになってる方が私好みではあるんですけど、ね、はい、はい、まあやってみて。で今回私が染めたいなと思ってるのはこちらです。じゃーん、新色ビューティーのメイクアップカラーのマゼンダピンクというのが出たので買ってきました。これはアワーではないですよね。アワーではない。あ、じゃあ安心です。このシリーズ不安です。私も多分イタツさんも使ったことあるシリーズで、今までのやつはなんかパキッとした色にはならなくて綺麗な色ではあったんですけど、うん、なので今回はねかなり発色良さそうな感じがするし、そう書いてるんでかなり期待大なんですよ。ヘアカラー直後用シャンプー付きって書いてますよ。おおすごい、シャンプーまで付いてるんだ。美容液だけじゃないんだ。みたいですよ。さてこれを何箱使うかですね。わかんないんですけど長いんですよね髪の毛が。長さというより量ですよお姉さん。長さだって量のうちでしょ。これって自分のやつ。はい、あ、自分のやつです。あ、自分のやつ。はい、あ、自分のやつです。自分のやつなんですね。はい、自分のやつです。一応ね4箱準備したので頑張りましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。どんな色になるかな。明るいでしょ髪の毛の色。はい、染めてシャンプーしてきました。はい、今ね編集で白黒にしてます、例のごとく、はい、さあ今回マゼンダピンクどんな感じに仕上がってるのでしょうか。カウントダウン3からお願いします。3、2、1、バーバー。あ、どうですか。どうですか。めっちゃ綺麗くない。びっくりしました。理想通りに染め上がりました。さすがイタチさんの腕前、パチパチパチ。大変だ。みんなみんなもっともっと褒めといて、もっと褒め、次もしてもらわなきゃ。とても大変だった。まあさすがイタチ大先生は、わー、ありがとうございます。余談抜きでめちゃくちゃ綺麗く染まったと思います。いやでもなんか今回の染めるやつ大変でした。ゆるい、固まらないっていうか、こうとろみがなくて、通じます、とろみがないって。粘土が、粘土がもう割とサラサラで、シチューじゃなくてスープって感じ、ね、あ、そうですそうです、スープです。なんかしゃぶしゃぶな感じよね。そう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 、サラサラな。どっちかというとシチューで染める方が得意なんですよ。ちょっと粘ってしてるやつね。そう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 、ついてるってわかるし、うん、染み込んでるっていうのもわかるし、こうしっかり塗れる気がして、いつもね私がリタッチ、うん、リタツさんにお願いしてるときに使ってるフレッシュライト、うん、粘度がちょっと高いというか、う液体自体に粘り気があって、うん、クリーム状なんですよ。でもこれはサラサラというかすぐに垂れてくる、ね、うん、そうそうそう、ボトルを押したときにピュンって飛んじゃう
から、うん、うわーってなりながらやりました。コントロール難しいし、はい、これつけた後の乳液がこうワシャワシャってシャンプーみたいにしたら泡立つから、ちょっとこう固まっるとか泡不調になって、うん、そこにとどまってうまく染まってくれるっていう触れ込みではあるらしいんですけど、つける時がねちょっとこうしゃぶっとしとったら難しいか。バナナちょっと茶色ですか？いやもうこれは仕方ないんですよ。いろいろね繰り返して一定の色ではないので、うん、でもちゃんときれくね発色して超マゼンダピンクみたいになってるところはブリーチが効いてたところで、結構そのなんていうんだろう、パッケージのサンプル、私こことここの間ぐらいだったんかな、うん、ね、なんでちょうどまあこの辺だから今そんな感じ、まあまあイメージ通りとか、うん、パッケージはこの色らしいんですけど、この色ね、うん、ここまでいったら最高だけど、もう励ますぐらいブリーチ、まあ、ホワイトブリーチとかしとかなかったらあれかね。そうね、ベースの色私あんまりブリーチを重ねるの好きじゃないので、うん、まあこれが限界な、私の髪の毛の健康上限界な色なんですけど、すごくきれく染まりました。大満足。よかったです。ありがとうございます。結構動画でもピンク髪にするためにペンシェルズとかあといろいろ使ってきたんですけど、ペースとか、ね、そうそう、それでねこの色合いは自分的にもね馴染みのある見慣れた色合いにはなってるんですけど、今回なんとねいつもと違うのはカラー剤で染めたっていう。そうですね、色落ちがどうなるか超楽しみです。今まではカラートリートメント系でやってたので、うん、まあもちろん色落ちもしたし残った時もあったけど、髪の毛の上に何かを塗ってコーティングしてるっていうのが前提にあったので、今回はもう中までバッチリ染めてるというか、そうですね、そう薬品入れちゃってる系のカラー剤なので今までとは全然違うのにこの発色出たのってすごいなって思いました。ちなみに3箱使いました。はい、1箱余りました。4箱買っとったんで大満足の結果となりましたの で、 です今後の色落ちを楽しみながら、はい、過ごしていきたいと思います、はい、で気に入ったらまたこの感じで染めていこうかなとかも思ってるし、またいろいろ試していきますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと前頭はもうあれですね。いやでもな、染められながら思ったんよ、うん、前頭の方が楽じゃね逆に。だってな、そう、うん、違う違う、リタッチがそれ一番楽やけど範囲が少ないけん、うんうん、インナーカラーとか、まあ、それはもうまあ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 ね、大変でしょ、分け出せないから、はいはい、ヘアカラートリートメントとかだったらこうネバッとしとうから分けて塗るとかもできるけど、このしゃぶしゃぶ具合でツートンにしてって言われたらとても辛い。それはとてもできないですね。辛いよな。ってことはやっぱりこれは前頭用ですね。一つ思ったというか、今回ちょっと残念だったことがあるとすれば、髪めっちゃ傷んだ。まあ、普通のヘアカラーですかね、トリートメントじゃないんで。そう、なんでこんなキシキシなん今回と思って、よく考えたらトリートメントじゃねって思った、うん、ということで今回は初めての色、新色ですね、ビューティーのメイクアップカラーのマゼンダピンクを試してみました。また私みたいに髪の毛が明るい人はね、ほんまに綺麗な発色で映えると思うので、はい、ぜひ試してみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。ここまで行こうよ。いやなんでロング長くなる。ロング、あの私は宇宙人に会うときにな、こうアンテナをこうビリビリって立てとかない関係に髪の毛伸ばしてるんよ。あの霊感が強いとか、こう宇宙人へのこう宇宙への電波のあれとか髪の毛の長さとか結構関係あるらしいから、こうビビビッと、こうビビビッと電波を受信するためにビビビッと髪の毛は伸ばしとくべきだと思ってるんですよ。聞いてますか？真剣に真剣に